かりづらい。はい、分かりづらいなと思って。なるほど。 T と S と N も分かりづらいけど、はい、T と F も分かりづらいな。あ、これを今先週あの、うん、S、N をやって、はいはい、で今日 T、うん、F をやってるんですけど、うん、で紙書いとこうって書いてあるんですよ、うん、何て書いとこうっていうと、あの自分が何か自分がどう思ったかを、うんうん、T か F か書いとこう、うん、でだから前回も、はい、S と N 難しいなって、どっちかに絞るのは難しいなって思ったんですよ。で今回はどうですか。今回も捉え方によっては T だし、捉え方によっては F だなってっていうとこがもう僕 T かなって思ってるんですけどね。あ、状況によって T な、この状況だったら T かなみたいな。いや、まあ、そう、状況とかいいんだってって思うんですよ。だから状況って言えばそれ条件の話ですよね。条件の話、 A の場合は B の場合だって出てくるわけじゃないですか。ここの説明のところは、はい、あ、T のところは分かる。価値観って言われると、はい、あ、そこは価値観重要、論理より価値観重要みたいな。あ、それ T ですってT だ。あ、だってコロコロMBTI は僕コロコロタイプが変わる。だって条件、うん、ABC と関わらなくていいんですもん、こういう設問は、うん、そこがもやっとする、はい、のが T って感じですかね。っていうのが、うん、嫌いだ、うん、ってなってくると、うん、F かもしれないですね。あ、考えたくない、そんなの。条件が分かんないもん。条件が分かんないからやだもん。条件何ですかってなる。で、何でもいいよって言ったら、じゃあ何でもいい答えを出す。コメントありがとうございます。ありがとうございます。コメントタイム、コメントタイム。楽しい楽しいコメントタイム、はい、カオル君、自分が考える視点では T は自分が視界にない、いない。あ、なるほど。カオル君はもう究極のタイプ5なので、うんうん、もうすごいドローンの上の方で、ドローンの上の方で自分見てる、自分すらも自分がいない、うん、はい。でマリさん、世の中の出来事を自分のことのように感じるのか、うん、ということを、うん、T チャイ長は言いたかったのかな、うん、あ、さっきの、うん、先の方の話ですね、うんうんうん、はい。 F は自分が視界に映ってると言えば分かりやすいですかね、うん、っていうと自分が同じ大地に立ってるって感じですかね。自分が同じ大地に立ってる、うん、というとやっぱなんか、うん、シッキングの人って、うん、どこかなんかその上から見てる感があるんですよ。あ、はい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 、へーって、うんうんうん、武空術を使っている感じ、うんうん、あー、うん、自分のことを客観視してる。自分のことを、自分、ごめんなさい、自分が分かんないけど、うん、うん、僕も自分は見てないですよ。だって僕の目から見てるんだもん、うんうん、だけど要は同じ大地に立ってる、同じ大地から要は痛みが来るんですよ。他の寒い時は寒いんですよ、痛い時は痛いんですよ、うんうんうん、あ、浮かんでる、浮かんでるんですよ奴らは。で武空術を使って天津飯のように見てるんですよ、うんうん、悟空は飛べないんですよまだ、その時の悟空は、うんうんうん、お前ら来たねって言ってるんですよ、うん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 、って感じ、うんうん、だから同じ大地に立ってるから、うん、痛いし寒いし、うんうん、泣くし、あ、うんうん、許せんってなるし、うんうんうん、っていう感じなのかなと思ったりするんですけど、うんうん、だからこの視界は僕も自分は映ってないですけど、自分の視界ですから、ね、だって自分の視界ですから、うん、ただ、うん、同じ地平に立ってます、うん。ああ、だから自分の視界じゃないって話ですよね。テレビを見るような感じ。ああ、かもしれない、うん、ブラウン管を通して見てる、ブラウン管を通して見てる、はい、うん、っていう感じなんですかね、うん、ハイヌシさん、 T は常に AT フィールドを張ってるんですよと、うん、F は薄いんですよ、人類保管されやすいと。なるほど。AT フィールドを張ってると、 AT フィールド、はい。池袋暴走事故の判決が禁錮5年だったというニュースが出たとき、うん、ツイッターで短すぎる、こんなひどい事件なのにとおっしゃってる方と、うん、自動車運転処罰法違反、うん、では5年が最大だから、うん、この判決は一応重い方ですとおっしゃってる方がいました、うん、前者が F、 後者が T なんだなと思いました、うんうん、でしょうね、うん、はい、気持ち、もう許せんってなるのか、うん、でも僕こういう時は、うん、の法律をってなるんですよ、うんうん、一応法だよねって、それは僕も分かります。言い逃れするのは許せんとなるんですけど、うんうんうん、決めるのは法だよねって、うんうん、だから今度は法が許せんにはなるんですけどね、あ、法が緩い、
うんうん、はい、にはなるけど、でも感情もありますよね。京アニの犯人が心神耗弱とか言って無罪に、はい、あれは優先が出てきます。法が悪いって、はい、っていう、うん、外交志向は特に集団や社会全体を数字や論理で徹底的に分析して、うん、妥当な行為を算定するのを重視する人たち。弁護士さんは外交志向の人が多いので、うん、社会的背景や法秩序を配慮した上で禁錮5年は妥当って言ってるのかなと、うんうん、あー、なるほど、うんうん、説明が分かりやすい、うん、まあ、判例ですからね、はい、判例ですからね、うん、それはしょうがない、うん、はい、うんうん、思考 T だけではうまくいかないと感じている人が多くて、そういう本が売れるんですよねっていうことですよね。あ、まあ、そう、はい、うん、心も大事だよっていう本が、うん、はい、あ、だから逆に F の人は思考っていうのに惹かれる、はい、僕はすごい惹かれる、はい、そっちの方も結構ありますよね、思考力を鍛える的な、ある結構あります。ありますよね。フェルミ推定の本とか僕読んでます、うんうん、はい、T の思考の人は T 思考の結果は目に見えるので子供にもそこばかりを求め評価しやすいですが、うんうん、バランスが大切ですよね、うんうん、と。物事の何か引っかかるに収束する内向思考の人たち、うんうん、内向思考は引っかかるのはロジカルじゃない。あ、内向感情は何か引っかかるのどちらかに収束します、うん、外向思考と外向感情は文面をそのまま受け取れば理解できます、うん、あ、外向思考と、外向感情、隊長さんは、うん、どうぞ、はい、だからこう内向感情と内向思考は、はい、似たような感じってことですかね、はい、なんか引っかかる、2人ともなんか引っかかるっていう。ああ、なるほど。外向感情と外向思考は分かりやすいけど、はい、で体調は IXXP だと思考、シンキング思考からすれば、うん、逆に思考じゃないと考えますと、うん、物事の前提条件ではなくその背景に引っかかるのはこだわりとして感情機能が出てくると思いますよ、うんうんうん、あ、だから感情だ F だって話ですよね。僕が T じゃなくて F だじゃないですか。前提条件、僕がこうその条件だったらこれ、その条件だったらこれ、はい、ってこだわってる、はいはい、そこが気になる、はいはい、って言ってるわけじゃないですか。ああ、はいはい、うん、要はなるほど、 F だって話ですね。 F だって話、うん、F ですよ、うん、あ、F ですよ、 F、はい、体調の、うん、マリちゃん SNTF、うん、どっちか判断するの難しいなという感覚、うん、感想は MBTI を含むタイプ論の限界を示していると思いますと、うん、そこで、特性論の出番なんでしょうね、うん、特性論っていうのがあるんでしょうね、ある、うん、なるほど。ちょっと僕はこれを本を探してみますけど、もちろんタイプ論は否定しませんと。 F の方は自分が同じ大地に立ってるという感覚だと言われると分かりやすいですと、うん、あ、僕のさっきのやつですかね、うんうん、同じ地平にいて同じ暑い寒いと感じている、うん、同じように感じる、はい、うん、泣きましたね京アニの時は。あ、ハイヌストさん、自分の視点が神なんですよと、うん、神、うん、自分からすれば、はい、ハイヌストさんが、はい、うん、客、自分すら客体であると、うんうん、この問題がミシェル・フーコーの権力論における主体、うん、サブジェクトという語が所有物からの行為者という意味に変化した話につながります。だそうです。だそうです。だそうです。どこかいつか僕もその地平線に行ければいいと思ってます。うん、F はもう自分から渦中に飛び込んでいく感じですかね。あ、その感情に。そう、だから僕はもう朝のワイドショーが見えないんですよ。うん、はい、そこは僕何にも感じないんで。なるほど。うん、はい、京アニで起こった事件は京アニで起こった事件。はい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 。愛さん、F は地に足をつけていて、うん、T は俯瞰をバリバリしてる感じでしょうかねと、うん、私は俯瞰しすぎてたまに目の前の現実が見えにくくかつおろそかになりますと、うん、で、モコちゃん、うん、F だなと、うん、同じ大地に立ってる感があると、うんうん、で、あ、サナさん、ダメだ、自分個人の世界だから他人と同じ大地なんて知りもしない、うん、なるほど。
で、P ちゃんは他の人の気持ちが自分の気持ちのように感じるんですが、一旦立ち止まり、いろんな可能性を考慮して公平に考えたい、うん、でもやっぱり人の気持ち、まず感情だから、やっぱまず感情じゃないのかなって今思ったんですけどね。僕人の気持ちはあんまり考えないですもんね。で、あなたも同じ考えねなんてなれない、サナさん、うん、僕は同じ考えだよなって、うん、言っちゃう。えっと、違うのってマリちゃん、フルーツでいうとタイプ論はオレンジ、バナナなどの量で測れないもの、うん、で特性論は甘い酸っぱいなどの量で測れるものです、うん、っていうところで、うん、今日はこの一番難しいと言われている思考と感情、うんはい、これを、うん、まあ感情全開の二等兵がやるっていうところに、うん、ちょっと今日無理があったのかもしれないんですけど、うん、いかがでしたでしょうか、うん、皆さんつかめましたでしょうか、うん、体調はもう F な感じなんですかね、 F な感じなんですかねって感じですよ、ね、はい、うん、あだからそれを T だって言われれば T だしって感じですよ、その考え方だからなんか思考的とか感情的とかっていうと、はい、もうよくわかんないじゃないですか、はい、でその考えさっき の, この前提条件がみたいな、はい、それによって答えが変わるよねみたいな、はい、あそれは思考的に考えまってますね T ですよって言われれば T だし、はい、今僕の J が出ます、それは J が出ました、うん、僕の、はい、だけど肺の人さんみたいに、はい、それは感情ですねって言われれば感情だしみたいなそのだから難しいんですよ、はい、うん、あ昔は P ちゃんは自分のことしか考えなかったけど、うん、いろんな人を気にかけるようになった、あそうだからその辺あるじゃないですか、僕も論理的に考えたりするっていうのは、はい、経験上論理的に考える必要は絶対あるよねって思ってるから、はいはい、そうやって答えを出してるみたいな、はい、で逆かもしれないじゃないですか、はい、感情絶対必要ですねみたいな、僕にとってはためになる、はい、はい、で次は、うん、認知と判断ですね、認知と判断話をしたいと思ってます、はい、それだけは確定してる感じがP ですね、P、僕は J ですねっていう、はいはい、っていうところで、はい、またこの去り際に、うん、あのいいねボタンを押していただけるといいねボタンを収益につながり、うん、この YouTube からの収益で、うん、なんか全国行けるといいですよね、行けるといいですよね、あの登録者さんに会って、うん、その人と一緒にまた YouTube のライブをやったりとか、うんうん、ゲストしたいですよね、うん、はい、っていうのも考えております、はいはい、ありがとうございました。いいねボタンもよろしくお願いします、はい、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました。